二人で話すことあるんですか自分たちにとってはそう。なんかこうアンビエントっていうか、そう音って何なのかっていうのは、もともとそのアンビエントミュージックをやってたみたいなのと、そのシンギングボールをやっぱ演奏されてるってあって、まあ、どうしてもそのあればアンビエントになるみたいな、本当に自然な流れですよね。なんかこう、まあ、クロスオーバーですけどそうですね、なんかその逆にそれ以外の音楽になかなかなりづらいというか、そう確認をする必要があんまりない、あんまりないですね。なんかこう自然と演奏したら、まあこうなったなみたいな、まあ、自分もそんなにこうこれをアンビエントかアンビエントじゃないかってそこのジャッジで、まあ、やってる感じではないんですけど、まあ自然と出てきたものがやっぱ本当にこう、まあ、アンビエントになってあります。ちなみにアンビエントっていうのは簡単に定義するのはあんまり好きじゃないんですけど、まあ聞いてて楽だっていう音ですよね。そうです、おそらく、まあ、一般的に、まあ、響きを中心とする感じです、まあ、癒しっていうかね、うん、そのまま坂本龍一さんがね、うん、BTTV で見事にそれを展開しましたけど、90年代の真ん中過ぎぐらい、まあピアノですけどね、まあそれとはまた別のアプローチでそのギターから聞こえてくるその響きっていうのが、シンギングボールと混ざることによってなんか新しいサウンドになるっていうところをこう探求してるということでいいんですか。そうですね、まとめちゃいました。まとめちゃいました。僕はまとめていいんでしょうね。おっしゃる通りです。まあそこがだから無理せずやれるっていうことですよね。そうだね。なんかこう力を抜いて、なんか自然にこう演奏したらこうなったみたいな。音源をやって、音源を作って、まあライブ活動は結構やってる。そうですね。まあいつことさんでずっとやらせていただいてるんですけど、でまあアルバムとしてこう形にできるのを。まあ、作りたいと思いまして、で最初こう本当にまあ録音シンギングボールをとりあえず、まあ、安い機材で撮ってみようというところからなりまして、でそれからだんだん本格的にこう、まあ、パソコン買ったりとか、まあ、本当にこう録音いいマイク買ったりとかして、それで、まあ、なんだかんだこう積み重ねて、まあ、やっとこう形になりましたというですね。タイトルはそのマテリアルレグナス、はい、そのアセンションっていうキーワードそうですね。それはどうですか。まああのそれ、まあ、マテリアルっていうのはすごい使いたかったことがあるので、まあ、ファーストアルバムって言われたりつつも、そういったの素材、まあ今プラナバで作ってるあの出せる音のが全てが詰まってるみたいな。ちなみにプラナバってのはどういう意味なんですか。プラナバはそれどっかで説明したことありましたね。多分ホームページかどっかに書いてあると思うんですけど。ああ、じゃあ、あでもそこを見てください。一応あんまりホームページ更新してないんで。ああ、はい、一応サンスクリット語であの、まあ、始まりの音とかあのでしたっけ、オームオームってあの宇宙の始まりの音とかあの、まあ、最初にこう音があったいうそのオームの、まあ、言い換えた形がプラナバで、まあ、それをこうプラス と、NAVA でプラナバと呼ばせようかというような形になったんですよね。そうですね、はい、ちなみにそのサンスクリット語っていうのはなんかその どういう文化から来てるのかな、まあ、チベットですね、うん、シンギングボールがそもそもチベットとか、まあ、そちらの方で作られた楽器というか、まあ、仏具に近いんでしょうけど、まあ、それでこう私がなんとなくこうサンスクリット その響きを取り入れられたらいいなというので、まあ、2人でやるにはなって名前同士はしばらく考えて、でこんなでじゃあ文字ってみようかで、まあ、仕事っていうと、あれですか、
宗教的なものもありますよね。ありますよね、はい、そこはそんなに触れない方がいいですあ、でも本当バッチとして使うというよりも仏具に近い、それこそこう仏壇にあるようなもののが同じ原型だと思うので、なので、うん、そのなんかこう宗教観みたいなのとその解放されるっていうことはなんか近いんですか、表現として。そんな、そんなに別に繋げていってるわけではない、うん、そこまでは繋がっているわけでもない、まあ、そうですね、古典音楽っていうわけではなくて、うん、まあ、あくまでその現代的なアプローチの中で、まあ、やってる、まあ、演奏するのもあるので、まあ、その中の、まあ、要素ですね、まあ、サンスクリットことを取り入れたりとかはありますね。アルバムの曲が基本、まあ、サンスクリットが多いんですけど、まあ、その中にこう、まあ、英語だったりとか普通のこう日本語をアルファベットに置き換えたりとかそういったものがありますので、逆にあまりそこにとってのやっぱ縛りっていうのはあまりこう入って作らないみたいな、隠し味っていうそうね、まあベーシック、まあ、あのリスペクトはするけど、そのまあまあ、あくまで現代的なアプローチで、はい、捉えてはいます。なるほど、それ結構ね気になってる人が多いと思います。わかりました、はい、その活動、まあだからレコーディングはその新たな試みとして作品を、作りましたっていうこと で、はい、で一応今後ってことなんですか。今後、そうですね、まあ、今後っていうか、まあ活動で、まあ、活動自体は何でしたっけ、まあなんだかんだ6年ぐらいですかね。まあそこでどういう変化が起きてきたかとか、うん、まあ、今後の展開とかっていうのをまとめてしゃべって話してもらったらどうですかね。そうですね、割と、まあ、世間的にこう、まあ、ちょっと今まあ、大変な状態っていうかありますので、まあ、どこまでその音楽活動っていうのは続けられるかっていうのは、まあ、不透明なところもあるんですけど、まあそうですね、まあ、基本的にはその、まあ、今住んでる地域にこだわってる部分も確かにあるので、まあ、そこでまあライブ活動しつつ、まあ、まあ、あとそうですね、あの東京都内、まあ、以前の都内に住んで、まあ、個人的に住んでたんですけど、まあ、逆にこの東京都内にこう音楽をする拠点を置かなくても、まあ、地方ではあの、まあ、音楽続けてもできるんだよっていう、そういった部分を提示したい部分もあるので、まあ、そういった形で、まあ、ライブ活動と、まあ動画を作って、まあ、YouTube にアップしたりとか、そういったあの活動記録的にはちょっと、まあ、続けていこう、まあ今と全然こう今までのスタンスは変わらないんですけど、はい、まあ、そこはちょっと深めてやっていただこうかなというのは考えております。で、そうですね、まあ、あの、まあ、だんだんこう流れ的には、まあ、動画配信とかそういった流れもちょっと、まあ、他のミュージシャンの方も、まあ、されてると思うんですけど、まあ、そういった波にはあの乗っかって、まあ、どういった展開になるかとか、まあ、まだ先は不透明ですけど、まあ、そういった形で続けていけたらなと思っております。アンビエントっていうのはその今どこに来てると思いますか。現場やっぱりインターネット上に完全に移ってきたっていう感じしますか。まあ、インターネットはそうですね、あの割とこうなんかフィジカルなコミュニティからだんだんこうインターネットの方にだんだん拡散されていくみたいな、だんだんこうアンビエントっていう言葉自体がこう、まあ、個人その各々が解釈する独自なものになっていってるのはちょっと感じますね。その三条さんと、はい、プラナバというよりか三条さんと僕の話というか、でも2000年代 の、 その空気を通過したその2000年の終わり2010年ぐらいで出会ってますけど、新たなその創造の形っていうのは小さい箱っていうのかな、なんかそのいわゆるライブハウスから、巨大フェスの一般化から、うん、あのそれをこうすごくこう
小さいこう、箱にそのサウンドがこう徐々に移行していくっていう時代をこう、うん、なんか思いっきり2人 で、 そうです、ね、現場にいましたけどアフェライブブームみたいなありますね。そこから、ね、実はアンビエントだったっていうずっとやってるんですけど、うん、そこからだからこう、まあ、テクノロジーっていうかやっぱスマートフォンの登場が革新的だったのか分かんないですけど、うん、まあ、SNS が当たり前になったりとか、うん、そこでまたなんか大きな転換期が起きてきましたよね。ありましたね。まあでも当時もユーストリームとかありましたけど、やりました、試験的に試験になって、まあ、ちょっと、まあ、スペックが上がらないようになったんですけど、やりました。あのやっぱそれがより、まあ、消化されたみたいな、まああのまあ、言い方は変な言い方ですけど誰でもできるようになった件、なんかそのクオリティが上がったみたいな、そこがあるので、まあ、動画配信が割と身近になってきたんだなと思いますね。それがこうなんかね、なんか今まさに現場で起きてることなんで、そうですね、そうなんかプラナマの新風紹介っていうかその今後っていう話をするとなんかものすごい大きな波が待ってるような気がしますけどねどうこれを乗り切るっていうか、すでにこう波にこうなんかある地点にこうすでにこう飛ばされているのか、そうですね、それはまだ先なのかっていうのがちょっと分かんないですよね。だちょうどその6月20日に発売しようと思って、そのまああのまあ世間的にはフィジカルな CD っていうのはだんだんこう売れなくなってくるんじゃないかなって言われてる中で、はい、まあ、この、まあ、出しておこうみたいな、でその流れをこうあの ちょうどこう作る過程だったんですけど、その流れでドーンってこう、まあ、コロナの波が、まあ、来たのがあって、本当にこう何ですかね、まあ、どうなるか全くわからないというか、逆にそこについてあまりこう悲観的な部分というのは捉えてなくて、まあ、そのまあ CD は CD で全く出すけど、そこからまたこう違う配信方法とかあるのかなと思います。まあ、今すぐこう売れなくても、だんだんこう、まあ、例えばスマートフォンとか見てる、店に入ってる人たちが、音源、まあ、CD とかカセットテープとか、そういったものを、まあまあ、YouTube を通して、じゃあちょっと買ってみようかなみたいな、そういった流れはできつつ、まあ、できてくると思うので、まあ、そこは逆にちょっと長いように、まあ、楽しみな部分ではあります。東ハノイという地域性とそのなんか SNS の拡散っていうのはどうなっていくかっていうのはちょっと面白い。時代が来るのか、そこにまた何か大きな壁が立ちはだかって そこをこう突破する努力が必要になってくるのかっていうのがあるんですよね。大きな、 なんかミッションが待ってますよね。転換期ですよ。完全に転換期来てます。ちゃんと。これほど分かりやすいよね。ということで、まあ、ただこの時期でね、なんていうんですか、面白い展開になるようにしましょうっていうのは、ね、不謹慎なんですけどね。ただもうどうにかするしかないっていう。そうですね。震災の時もそうだったので。まあ生き残るためにどうするか。はい。そこで。治療しまって、そうですね。まあ、最後のトークは重いのでカットになるかもしれません。大丈夫です。祭りましょう。じゃあもうどうしますか。今後のことを喋って。そう。今後はもしもう大丈夫ですか。大丈夫です。締めです。一回締める。じゃあ締めっていうかまあこういうだからトークもその2018年に僕がこのイーストコートで皆さんとトークやりましたけど。はい、そのまあ続編はあるかなみたいな。そうですね。はい。1年以上でしょ。またちょっと企画を近いうちに何かあるかもしれない。そうですね。またあのイーストコートさんでも、まあ、配信ライブをされるっていう流れもあるので、まあ、それでまたこう
また別の形で企画ができたらなと思っております。はい、締めましょうか。締めましょうか。はい、どういうことですか。ということで、はい、いい映像バック、まあ、はい、はい、ちょっと6月20日に発売になりますので、ぜひ買ってください。よろしくお願いします。お願いします。これを収束するまでこうなんかね、黙って見てるのか、もうこう混乱の中でこうできることをそれぞれ、まあとにかくアカウントは持てる人はなんか動いていくっていうことが大事な気がしますね。こうやって喋ってるのもそうですけど、その YouTube の意味っていう、もがくしかないっちゃもがくしかないですよね。もがく中で何か発見があるし、おそらくみんなレベルアップするし、まあ